お疲れ様です。今日はですね、バレバレっ子がゴールナイガさんやっていきたいと思います。さあ、ということでね、ゴールナイガ、前回のバランス修正で強化されて、ほんと一番強かったピークぐらいに戻ったよっていうので、まあそこそこ使われてるかな。まあスケキン、ゴールナイガ、チェクイガ、まあどれも全て使われてるって感じかな、マイティ以外で。今日はね、バレバレっ子はバルキリーとか、まあナイトとかの枠かな、ゴールナイガしたこちらでやっていきたいと思います。でなんですけど、バルバル枯渇といえば、基本的にはこの形かな。なんかこの形から、さっきの形にね、いろいろ変わったりとか、まあ、ファイブ入ったりとか、まあ、いろいろ変わるんですけど、まあ、主にはね、この形がメインかなと思うので、まあ、ゴルナイとか持ってない方もね、このデッキ使ったりとか、まあ、ナイト、バルキリーとか、もうほんとスケブスケとか、で、まあ、プリンセス、デリーにしてもいいし、まあ、みたいな感じでね、まあ、環境とかには多少左右されるもののね、基本的には使えるデッキだと思うんで、皆さんもぜひバルバルやってみてください。まあなんか今シーズン特別バレバレが強いですよっていうわけでは、まあないんですけども、まあ多少はね、マルチトップでも使われてるかなっていう。まあなんか結局、その、高回転のクエイクウッド、まあクエイクは多少減ったっすね。ですけど、こういうね、いやもう、初手から来ました。いやマジ、こういうのがいるんですよ。もうバルキリーじゃねえな、バレバレのね、天敵です。高回転クエイクウッドのアチェクイロイホグですね。さあ、クエイクが下放されたんですけど、まあ、使ってる人はね、あれなんか、なんか今、間違いなくミスってた香りしたっすよね。さあ、で、ロイホグとかは、まあ、インフェで守るターン、あとは、まあ、今はたまたまゴルナイで守れたターン。で、まあ、基本的にはデリバリーウッドかな。デリウッドで豚ほぼ止めれるんで、まあ、それがメインかなっていうので、まあ、高回転のクエイクウッドにも、全然戦えます。はい、まあ、ウッドの枯渇さがすごい多いので、まあバレル吹きやスケバレ、あ、言ってみっつか、そう、どこに相手ウッド掴んだいっていう感じで、あとゴルナイの強みがねあります。まあゴルナイっていうか、もうチャンピオンのぶっ壊れ性能かな。うん、よいしょをね、うまく使えるとめちゃくちゃ強くなります、バレバレも。というのもね、何回も打ったな動画内で。チャンピオン出てると、もうカードサイクルぐっちゃんぐっちゃになるんだね。このゴルナイが出てる間に、おー、なんか相手、ミスってんの。これ、タイクね。そう、ゴルナイがね、場合にいる間にカード出すと、そのカード3枚でもあるんですよ。なんで、ゴルナイがいる、ゴブリンバレル飛ばす。そしたらスケバレ、スケウッドでまたゴブリンバレル飛ばせるんですよ。で、またスケバレ飛ばせるんですよ。っていうので、まあ、無限に攻めるサイクルを作れるんで、なんか結構ケツゴルナイ一旦しとけばサイクルぐっちゃぐちゃになってね、いい感じになったりもします。さあ、まあデリウッドのファイスピー、相手ちょっと若くないですね、反応が。ロイフグ来たら美味しい。さあ、まあインフェ使うか。まあ使わなくてもそうでしたけどね。で、相手がこうやって攻めてきてくれるともうチャンスだよね。で、チャンスなんだけど、ちょっとだけ痛いかな。いや、ゴルナイ走ってもらって、いや、もうなんか相手の回転早すぎてさ、一生攻められちゃうね。いきます。そろそろ Y のターンやでっていうので、さあ、これは大砲、それやってるくない?大砲に釣られないんで、まあ、このスケバレもね、厄介ですよね。さあ、ファイスピスケ、いや、デリーで抑えてくる、いい防衛ですね。なんですけど、これ全然勝てます。ガチです。延命したいな。勝手にされるかな。マジ、ゴルナイ出しとくだけで、すごいっすよ。なんか、本当に、相手めっちゃウッド使うやん。サイクルぐっちゃぐちゃになりすぎて、マジ、相手も俺もみんなびっくりしてる。いや、ウッド溶けねえかな。いや、熱い熱い熱い。さあ、で、デリバリー。いや、ほんとここにね、ウッドがあるといいんですけど、無理やり回して、さあ、ウッドが空振ってんな、なんか。なんかラッキーで勝てそうだな。おい。さあ、バレル。で、スケバレー。まあ、これには大砲とかかな。ギリ間に合う。で、デリバリーと、まあ、ウッドっすね。ほんと、基本的にデリウッドをロイホグに残しとけば、まあ、負けないっすね。あっちがいるロイホグにも。まあ、負けないは言い過ぎだけど、戦えます。よいしょ。さあ、デリウッドっすね。これがね、マジで強いんですよね。走って、で、あとはもうこっから無限ですよね。ゴブリンバレル。まあ、右でもいいっすけど、まあ左でも良そうっすね。で、圧着強しながらみたいな。いや、ゴルナイが持ってきてほしいな。ケツから出しちゃおう。ケツから出して、
ゴルナイトウッドでちょっと許容しながら頼む。ウキアが入る。熱い。痛い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 。いや、めっちゃいい勝負してる。ウキアで、ゴルナイおじさん走ってもらう。これがファイスピもいない。いや、これ入った。デリバリー間に合わない。はい、勝ちました。え、今、まあ、ゴルナイゴルナイがちょっと強いやんちゅうとこもね、もうちょっとだけあるんですけど、まあ全然ナイトとかバレキリでも全然戦えるんだね。まあゴルナイ持ってるならゴルナイの方が間違いなくいいっすね。メガナイトの受けとか、まあメガナイトもめっちゃいったっすけどね。なんかとりあえず陸受けにも優秀だし、サイクルも崩れるんでね。2周目のゴブリンバレルと、吹き矢とかがどん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 速くなるんでね。さあ、アイスイズ来た。で、これトルネカタル、まあ絶対来るんで、絶対定位置には投げたくないですね。まあキング起動警戒してっていう感じかな。さあ、キング起動されたくないよーの。まあこれ別にタルで守られても全然いいですね。はい、守ってくださいっていう感じかな。さあ、暇なので、まあ適当に回して、よいしょ、削っていく。で、もう一回スケバレーバレルで、今回は相手が、あの、トルネはあるんですけど、タルはないので、これ結構いっちゃいます。結構いくと、いやー、金魚ができんのか、それ。あ、待って、あの、見なかったことにしてほしい。ベビドロースケで、ツルミスをするってのがちょっとしょうもねえな。あー、さで、アイスイズからのスケラー。あー、これは俺が吹き矢咲いてるんで、いいスケラーですね。しかも相手のスケラーの位置も、エロいな。このスケラーの位置はね、うまい人たちがやってくる位置ですね。で、今スケバル飛ばしても、まあ墓石があるんで、ってことは、まあゴブリンバレーでね。で、相手がタルンの時は、両サイどっちかにずらすと、こんな感じで一匹ね、ハミが出るんで、このハミゴブをね、毎回刺していくと、めっちゃ強いっす。これ、ガチで大事っす。マジ。相手がタルボバの時は、まあ両サイどっちかにね、ずらして、相手がウッド持ちの時は上下っすね。前後ろか。上下は無理だな、これ。このゲームで上下は。さあ、でインフェぶっちゃけお気毒レベルかもしんないですね。あの、まあ相手ベビーとかなんで、もう全部焼いてくれるんで、そしたらスケラー吹き矢とかで全員一人で終わりそう。いや、これ暇だし一応走っとく。まあ走る必要もないんですけどね、このダメージぐらいなら。さあ、で、まああとは攻めていきたいけど、アイウィズ来たな。うわ、マジ暇してるな相手。定位置良くないとか言ったんですけど、まあアイウィズいるんでいいかなっていう。さあ、なんか守ってきます。さあ、こっからエグいっすよ。早いっすよ僕。やばい、いない、うん、ベビードル痛い。さあ、ベビー痛いけど、これ定位置ダメってさっき言いましたね。あ、でもゴルダインの受けに、さ、使うスケバレ、いや、もうピースがね、なんかいいんすよね。気づけば流れがね、来てます。時代がね。俺の時代や！レッツゴー。それで、暇なんでウッドで回して、それで、ゴブリンバレル系はずらして、まあ、吹き矢もやって、あ、目がいいな、お前。マジかよ。シャリンガンだ。やめてくれ。あ、これ。デリでよかった。あ、でもこれは美味しい。吹き矢とスケあれば、ぶっちゃけほぼ完封できます。で、問題はこの右サイドの、バル姉ちゃん、ちょっとやばいね。気づきました。よいしょ。で、この黄色おじさん走りたそうな顔してんな。壊してもらってもいいかな。さっきバルキリー右外だったんで、今回内側にやって。いやいや、ハミ。ガチで強いハミ。いやー、で、これ、右サイドインフェ置いとくか。で、もう一回ハミして、もうね、なんか攻めまくっちゃえば、相手がやっぱ攻めれないんでね。よいしょ。高回転の、まあ、強みと言いますか。まあ、ここは吹き矢さえ置いとけば、まあ、基本的に事故らない限りさ、大丈夫。もうゴルナイも出す必要がないというか。この内側毎回刺さってるからな。いや、一発入った、さ、ウッドゲンナイですね。なんでも粘って勝ちかなっていうので、まあ、ゴルナイがあんま刺さんない時でも、まあ、単純にバレバレのカードパワーのデッキパワーで。さあ、ナイス。記念ダッシュ。おい。まあ、バレバレな。どうなんだろうな。まあ、クロスとかはきつい。ロケ入れてないときついけど、まあ、僕は枯渇の中で一番使いやすいし、楽しいし、結構強いから気に入ってるんで。まあ、結構おすすめですけどね、バレル系特に。なんか、ゴブリンバレルって、本当に初期から使えるし、
ある程度いく、1000ぐらいから多分手に入るっすよね。っていうか初期から手に入るし、普通になんか強え、もうほんと世界トップでも使われるんで、なんだろう、最近思います。なんか無課金のおすすめデッキはってなった時に、やっぱホグとか、まあ迫撃が上がってくるんですけど、意外と枯渇もね、ほんとそれに並ぶぐらい強くねっていう思いがありますね。ワンチャンマジアチャ来た時にウッドでしばきたい、走ってで、アチャクイの、まあ、ゴースト用なんで人気でき、いやゴールナイト強、前手スキル我慢して無駄になってるやつ。さあ、あー LCP、 え、メガラムもしかして。いや、ワンチャンこれメガラムパターンあります。あ、だからラムだったね、さっきそういえば。え、だから余裕のメガラムっすね、マジで。あの加砲されたメガナイトとラム加砲されて、まあ環境からもうね消されたね、葬られましたよ今の環境。メガラムは、まあ、その使ってたのインドラだったりとか、なんか今まで通りの方なんで、いや、この、いや、これしかも結構熱い。いや、メガナイトとかだったら渋い。この圧着炎の、マジで、ぶっ壊れだった、これを使ってる人はね、ほんと出会ったことないっすね。ぶっ壊れに依存してやがる。よいしょ。そう、ウッドぐらいで助けてあげようか。で、ゴルナイがミリでも残ると、走ってこーい、行ってこい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 、黄色い髪をね、ナイス、にゃー強い。これ一発がね、ええ味出すんですよね。で、ラム来たら死にます。来ないでーの、攻めてあげて。タルママだったんだね、今さらタルーだった、なんでそんなダメージ受けたの君メガラムっていや勇気なんですよ、勇気だったら絶対もっとしのげたやろっていう。いや、ユキじゃない、タレだったらね。そう。ユキだと思ってたっす。さて、これは、まあ、端前止めてあげた方がいいですね。で、このゴーストは、もう受けないんで許容してあげて。いや、これはね、延命したい。結局、復帰矢がね、このゲーム壊れてるんで、最近、また気づきました。復帰矢が強すぎ。で、これ逆にタレ行って、こっちにコストがね、間に合わない。熱い。さて、メガナイト自身は、せっかくならキング起動したいけど、そんな余裕あるかな。あ、ありそうです。よいしょ。さあ、キング起動してあげて、お疲れ様ですね。オーケーイ。いや、なんかバレバレ、なんだろうな。なんでこんな、使いやすいんだろう。まあ、施設もあって、遠距離もあって、なんでかわからんけど、強い、安定する、よろしく。まあ攻めカードがやっぱ多いんで、一生攻めとけばいいんでね。あー、許容の、いやー、いい位置だ。だってスケバルで攻める、バレルで攻める、陰キャしてスケバルで攻める、バレルで攻める、入ってました。枯渇採血は、まあ相手がロケ削りをしてくると負けるんですけど、ロケ削りをしてこない相手だったら勝てますね。しかもテスラギャングなんで、縦線とかでもない、マジで元祖コカッチャーですね。マジで昔からのコカッ使い来た。で、これは、まあ、バルキリーかないとかなんか来るっしょ。いや、おっきいな、横にね。さあ、吹き矢でちょっかいかけながらウッド使った、ギャングでね。いや、ギャングちょっと嫌だな。まあでもこれ、普通にこのバレル相手どうやって守るんだ？守ってみろよ、守れるもんなら。なんで？なんで？これ基本的にロケなんですけどね。まあでも逆に相手がファイブだったからこそ、もう僕ロケ削りされないんですよ。っていう考えになると、もう負ける未来が見えないというか、何をしても負けないですね。これ僕の負け筋って本当に枯渇に対しては、もうロケなんですよ。もうロケットバーン、ロケットバーン、ロケットバーンで、うまいこと守られて、いや、何やねんこれ。もうロケゲーやないかいっていう。なるのがオチなんですけども、ロケットじゃないってことは、相手のバレルに打っとっとくだけでいいんで、また端前プリン持ってるなら警戒するぐらいですね。勝ち格の舞。いけ！ドズルさん！
走ってこい。もうポロンさんがいつもマジでドズルってもうなんだろうな、違和感ないぐらい普通に呼んでるんでびっくりしたっすね動画で。逃げんドズル、走れドズル、おいドズル、何やってんのドズルって。すごい、もうゴルナイのことをドズルさんだと思ってる、ガチの方で。ちょっとね、僕はそこまで言えないですね、ちゃんと。ドズル兄さん走ってこい、行ってこい、いや熱い、よく全部全死やば、引くぐらい強い。しかもゴルナイ出てる間のカードサイクルが早いんで、僕もうゴブリンバレルが回ってきます。いやこれがね、まあ、いわゆるズールってやつ。いやでファインバーマーどうでもいいっすね。でギャング後ろ低めかウッドの2択なんで、いやー待って、ちょっといいゴブリンがいる、ウッドサイター、いや苦しいな相手、これやばくない、なんかもう無限に攻めれんのよ、一生俺のターン。よいしょ、ガチでかわいそうになってくる。でこの後ゴルナ走ったら終わります。ドゥンドゥン、おい吹けがチュンチュンチュン、おい、さあいいね、まあまあ言うこともないね。ナイスドッツさん、オッケー。さあ基本的にゴルナイ出して、あとはもうスケバルバレルやりまくるって感じかな。でインフェも本当なんかバランス調整で強化されて、前々回かな、そっからマジでなんかいいカードになったっすね。やっぱ高回転とかに対しては本当に腐るシーンもあるんですけど、なんか大型に対しても強いし、前よりも全然万能だから、なんだろうな、絶対活躍せんみたいなこともあんまない。たまに多少は活躍してくれる高回転相手にも。さあでオーブンか、いやー拾いたい、いやこれ残る、いやーいい肺活量だお前、水泳選手になれるんじゃね、吹きや。あんた、うわ、勝てなかなかの鉄壁ですね。さて、ゴルナイ出てる間がカードサイクルがバグるんで、今の間にできなく攻めてあげたいね。よいしょ。あ、これでも走るんじゃね、おーん。一発突進してね。フィジカルで分からしていく。いや、今回の相手さ、バルーンかな、オーブン、ハンター、ファイスピー。ディガー、まあ、バルーンっぽい、にゃん、こやこややないかい。さあバルーンかこやこやですね。でこれはまあハンター来るんで、ハンターにウッドしてワンチャンのダメージをね狙えると、あハンターもちょっと衝撃が気持ち早い、ウッドなそうっすね、いやこれさ13、さてやばい、まあでもこれはこの後から、あーなるほどね、エミションスケッツゴルナイ出して、もうゴルナイ出てる間カートサイクルバグの、まあバグでもない、もう仕様なんですよね、そう仕様、バグっていう言い方をするとあのよくないですね、もう仕様ですね、それを利用してもうチンパンです、復帰ん、バレルスケバレスケバレルん、嘘、バレルスケバレスケウッド、バレルスケバレスケウッド、バレルスケバレスケウッドっていう無限のねサイクルが生まれます。でインフェ置いとけば全部拾えるっしょ、なんでまあ大事なのはこれですね、ケツゴルナイです。こいつ歩かせるのが大事ですね、散歩させて A 天気屋の言うて、さあスケバレフキアで、これでもバレルが回るでしょ、でまたスケバレも回るんですよ、だからここで無限に攻めるサイクルを作れるんですよね、ケツゴルナイにおかげで。さあでやばい、またバレルも回ってきて、スケバレもネクストにあるっていう、普通では考えられないこの無限の攻めをねできるのがこのゴルナイのね強み、チャンピオンの強みかな、いいね、しかも避ける、いやー熱い。さあでこれをやったらまたケツかゴルナイやればある程度また確定ダメージね与えれるよね、っちゅうズルです、いきます、ゴルナイ、さあバレル、フキヤのスケで、スケバレバレル、スケバレ、バレル。で、まあこれぐらいの許容もできるが、一応ウッドぐらいはしとくか。で、ゴルナイがずっと歩いてるんで、ゴルナイ走りたいかもしれんな。記念に、どうすこい。いや、ええやん。
まあ、今回なんてウッド持ってないっていう、ユキもなんかあウッド持ってたうえーさあナイス、まあ、おじさん散歩させとくっていうのがなんか結構こう普通じゃ勝てない相手にも勝てたりとかなんかそういうのがね起きるんで、ぜひ歩かしてみてください。さあということでね、バレバレ活動やったんですけど、まあこのゴルナイ歩かすとかは他のチャンピオンでもこう言えることなので、なんかいつも、うん、頑張ってんのに勝てないなとか、なんかなんでだろうっていうのがあったら、意外とケツスケキン、ケツゴルナイ、まあケツアチャクイとかぜひねやってみてください。あ、マイティもぜひケツからね、流しとくと意外とこうサイクルがぐっちゃぐちゃになってね、相手もこうびっくりみたいなこともあるんで、ぜひねやってみてください。よければチャンネル登録もねお願いしますと。お疲れ様でした。またね。